はい、今回も僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、近江杯の一局から、河野臨九段の一局を見ていきたいと思います。はい、お相手は台湾の選手ですね。はい、またね、この、河野臨さんしかね、打たない布石ですね、これはね。はい、ここで手を抜いて星に構えました。ここも根拠を取っていくでしょうね。いきませんでしたね、桂馬とかコスミツケは。ここで戦いを持ってきました。まあ、白もこれで収まりましたね。これもあれですね、大きく挟まずに。ツケから切ったっていうのはね、なんとなく感じが出ていますね。まあでも、なるほど、黒はこのような対応で、そんな不満もないでしょうか。このあたりから反撃していきましたね。この形、なるほど、ツケからがね、いいと踏んでますね。この前の一力さんとの対局にもね、ツケから出ていきました。ツケのね、形が出てきましたよね。まあ、決してね、白もこの辺りは悪い感じもしないんですけどね。ここ飛びから、動き出していきましたね。まあ、ここをねうまく荒らして、こうツケからね、この手が決まるとね、白も黒も怖いんですけどね。一応振り替わりみたいにしましたね。これどうなんでしょうかね。まあ、これぐらいでね、白も収まることできたんですけどね。これで地合いが、これがまだ、はっきりしてない意味がありますかね、ぶつかられると。まあ、生きてますか、一応。一応、これで生きてますか。これにはこうやっててね。一応生きてますか。なので、まあ、死ぬことはない感じでしたけどね。多分ね。でも、跳ねる。ちょっと嫌味が、これはこう、これで生きですかね。なんとかこれで、席で生きてるかな。まあ、こうやってやっとけば、まだまだ細かそうなね、碁に見えたんですけどね。実戦は振り返りの図を選びましたね。これは、こう打たないと足りないっていうことなんでしょうかね。実戦はちょっと持ち込んで、なんか取られたような気がしますけどね。ここでね、投了となりました。
ちょっとここあたりちょっと分かりませんね。こうやって、こう実戦はこれ持ち込んで取られてしまいましたんでね。ここでなんかもう少し、先に下がっておくとかね、ぶつかりで打ったりして、こんなもんですからね。こんな感じで打ってたらどうなんですかね、この形勢判断はね。ちょっとパッと見ではわからないんですけど、足りないと思ったんでしょうかね、白としてはね。ということで、勝負を挑んだんですけど、これはでもはっきり、こう持ち込んでしまったので、これを打たせたっていう意味はあるんですけどね。ただこれもここ、内から行ってますんでね、ちょっと誤算があったとしか思えないですけどね。ちょっとわかりませんけど、ちょっとラッキー、黒としてはね、ありがたかったのかなと思います。こんなところでしょうかね。見事1回戦勝たれた、対局でした。じゃあそれではこの辺りで失礼します。